神社に来ています。お祓い行っていきたいと思います。すごいこと言っていいですか。お祓い行って、次の日、うわこれやば、これやば、えっ、これやば。前回クレヨンしんちゃんかと思いや、もうプーさんや。プーさんじゃないでしょ。プーさんや、もうプーさん、配色がプーや、ね、そんな格好せえへんけど。プーさんです、プーさんです、プーさんです。ハリハブね、おらーない。クーはクーだね。エッセイスタジオ、最近ね、最近今日はですね、ついにある行動を行ってしまいました。ある行動、プーさん、プーさんじゃないです。それは途中でやるとして、まあ、まずはね、調査ホラーライブやっていく。出ました、はい、調査班ですね。今日は、ね、皆さんがもう、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 もう待ちに待った企画ですから。なんだ一つ目の動画、タクシー運転手が通るのを拒否する恐怖のトンネルが存在する。まあ、我々の近所にもね、なぜか事故が多発しているトンネルっていうのありますけど、はいはい、うん、あ、そう、まあ、そのタクシーの都心説ですけれども、これにも現象が映っていると。なんだと。5分18秒、音が鳴ります。音が鳴る。お前これどうしてくれんだよって言われて、脅されたらしいのね。なるほど。今のか、カンカンみたいな、脅されたらしいのね。なるほど、なるほど、なるほど。今、もう、これは女の人、うーんって言ってない。マジで、え、声なの。声だよ、声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 。実は、どこ、ほら、うんって全然聞こえなくて、ほら、うんって全然聞こえなくて、全然聞こえなくて、全然聞こえなくて、こっち聞こえるよね。聞こえる人と聞こえない人がいる。なんか不思議な人。不思議だね。すっげえバチバチ言ってるからね。カンさんがいるかもしれない。AKA 神か。続いて、見たことない女性の霊が映り、水が勝手に流れる神。ああ、はいはい、やばいね。この辺がね、水が勝手に流れ始めたっていう、結構ヤバめの。紹介してる動画は概要欄にありますので、そちらから見てください。2分19秒で声がします。はい。今完全に開いてます。もう後ろの黒見ればこれ。大輝のこと言ってんのか、うんってやつ。手に開いてます。もう、うっしゅ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 う。大輝じゃん。なんか、うん、多分大輝だ。都市伝説。公開史上最大のミステリー。あー。おー。3分4秒で指が現れるらしいです。え？え？前は仮面ライダーを見たことなかったぐらい当たり前みたいな。いやいやいや。え？え？リボンと思いきや長さがおかしい。長さやばいでそれ。いやいや長さやばい。おかしいおかしいおかしい。前は仮面ライダーを見たことなかったぐらい当たり前みたいな。いやいやいや。これはおかしい。キモくね？これ。こうなってるから。そうだね。こっからプラスであとなんか3センチぐらいこうないと。リボンにしては指細すぎ？ほら細すぎ。本当だ。気持ち悪って。え？これちゃんと爪も見えてない。そこはびっくりした。それはちょっとわからない。何にびっくりしてるかわかんない。爪なくないだったらわかるけど。なんか右からすげえ冷気くるんだけど。そう。え？冷気？めっちゃ冷たい。新しいやつやめて。まあでもまあギリギリリボンでいい。でしょうみたいな、無理やりこじつけれるっちゃこじつけれる。まあこれで、まあ一本メインのホラーナイトとまではいかない。続いて皆さん大好き続行は出た。第10回の続行でもなんか声が入っている。あー、続行はまだか。さて最近めちゃくちゃな。2分8秒で声が入ります。してくれていないと助けてもくれない。地獄のような状況。おおおおえ、これノリじゃないの。もう地獄のような状況。ノリじゃん。俺じゃん。これはノリ。あー、まあ、びっくりした。大体がアウトなんです。続いて4分18秒で声がします。あっと、タグした時に当たったわけです。当たった、はいはいはい。そういう趣味はないので。おお、こんなの声タグした時に当たったわけです。当たった、はいはい、当たった、はいはい、当たった、はいはい。なんでこれノリ。え、俺わかんないんだよ。なんなら、お前のワンテンポ後に今声聞こえたけど俺。普通に、あーみたいな。当たった、はいはいはい。そういう趣味はないので。あー、ほんとだ。どっちも入ってる。入ってるよね。そっちの方が聞こえるわ。どっちも入ってる。うーみたいな。そういう趣味はないので。そういう趣味はないので。そういう趣味はないので。うわー、これやば。俺も喋ってない。まず大輝喋ってない確定じゃん。で、この声的にあと俺かノリぐらい。強兵絶対ありえないじゃん。もう3人で。はいはいはい。そういう趣味はないので。やばい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 。その前に聞こえてない。いや、だから女さんの声なんか俺ら聞こえてない。最近もうこれ何めっちゃ聞こえるやん。超聞こえてる。そこのカメラ近い。おしまい。メインはこっからですから。なんとですね、大輝さん最近おかしいと。2個ぐらい前のホラー、大輝がもうこの席にいて異常に笑ってて予告しましたけど。なんで笑ってんの。これバイオマジやれるよ。お前舐めてんのかてめえ。ノリノリこいつも笑うじゃん。舐めてんのかお前は。
怖いもその日以前に、なんかもうその数日間ぐらいなんか悪いことめっちゃ起きて、財布がなくなるとか、あったね。急にその車に昔の電話みたいな着信音が鳴ってて、右側 で左側に自分のスマホがあるっていう、もうやばい状態で、右なんか何もない、かつスマホのもう着信音が違うっていう、さすがにちょっとまずいんじゃないかということで、なんと今回大輝さん、お払いに。ついに、そうなんだ。そうなんだ。まあ、ちょっとだけ映像がありますので、はい、おお、はい、今ね、神社に来ています。これからお祓いの方に行きたいと思うんですけども、緊張してるっていうか、どういうことするんだろうとか、ちょっとそういう不安はあるっすけど、まあでもこのままでやらんで、しっかりとお祓い行っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということでお祓い今行ってきたんですけど、なんかね、新鮮っていうか、体が楽になりましたね。自分が悪いこと起きたなとか思ったら、ぜひ厄払い行ってください。よろしく。これやばない？まあ、こんな感じで、まあ、お祓い兼厄払いみたいな感じで行ってきたんですけど、どうでした？まあ一応室内では一応設定できなくて撮れなかったんですけど、とりあえず話聞いてもらったんですけど、最近嫌なこといっぱいあってっていう話をまあ最初にしたんですよ。したら急に、最近悪いとこ行きましたかってまず聞かれたんですよ。悪いとこ行きましたか。俺らが予想していた通りの新スポですよ。そうっす。ああ黒い家、はい、はい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 、はい、行く時からおかしいんですよ。それだけ顔見えるとか。確かにね、で、顔っぽいのあったらしいし、そっから悪いこと起きてて、そう、まあ、それをもう見透かされてたらしくて。え、はい、いや、え、ガチなんだ。なんかあれでしょ、この家のものじゃないんでしょ。あ、この家、そう、この家とは関係ない。あ、よく、だからやっぱ俺らは何もないけど、こいつだけなんか異常に悪いこと起きて。あ、そう、ついたよ、黒い家で。聞こえたよね。さすがに聞こえたよね。今のやばいよね。え、こっから聞こえた。はぁ、もうお前やばいって。え、全然聞こえないってね。もう超やばいよね、今ね。やめて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 。一致すんのやめて。めっちゃ高い女の子。お、いや、もう何それ。うん、って俺は聞こえた。あ、やばい、吐きそうだ。いや、俺こう、やばくない、これ響かせんさ。ほんまやばいわ。やばいね、全然響かん。バシーンとか言うもんね、響いてたら。うん、これ響かないとやばいって言われてるんですよ。霊がいるところはあんま響かないんで、まあまあお祓い行って、まあそういろいろ聞いたわけじゃないですか。はい、聞きました聞きました。すごいこと言っていいですか。いや、これやばいよね。お祓い行って、次の日財布見つかったんですよ。へぇ、それガチ。あ、見つかったっていうのマジでやばい。お祓いです。次の日急にこいつの親から電話来て、お母さんが被害届を出した渋谷の警察署から電話来て、財布見つかったよって。うわ、これ怖く、怖っ。お祓いの力がすごいやって。ちゃんと悪いものがね、なくなったんだ、ちゃんと。ほんの一瞬で結果出るっていう。で、なんか財布がそれ中古だったらしくて、その財布もなんかやばいんじゃないかってことで、なんかもうすぐ売りに行くらしいです。しかも、その財布も使ってから嫌なこと起きたんですよ。だから、なんか財布のなんか乗り移ってんのか、まあ普通にあの黒い家なのかっていう。あー、なるほどね。だからでも本当にやってよかったと本当に思った。でも正義に伝わるじゃん、もう。いや、本当に言った方がいいよ。でもなんかちょっと直感タイプなんで、なんか悪いこと起きて、狭い石みたいなって。財布の金はありましたちゃんと全部。それもなんかさ、おかしいよ。それも見つかったところがね、全然違うところだもんね、思ってたところとね。そうなの。カレー屋さんに行ったんだね。カレー屋さんのトイレでなくしたって思ってです。なのに道路で落ちてるのを見つけて拾ってくれたみたいな。なんかすっきりする感じとかあんの？でも気が楽になる。ああ、やっぱ変わるんだ。あと体が軽くなった。マジで見た目が全然違う。一緒にいること多いんだけど、ちょっと壁があるというか。え、何それ。ちょっとなんか、そう、いつも大輝と喋ってる感じと違う、違うのよ。なんか他人と喋ってる。それが1週間ぐらい続いてて、もうそのお祓いって次の日ぐらいから、あ、大輝だみたいな、もう戻ったな。あなた何者なの。ほんとに何者なの。シャーマンみたいな。いや、そう言われてもこの真顔でいられるぐらい、もうその感じだったんですよ。ついにお祓いに行った。でかいわ、でかいわ。今日上がちょっとどんどん言って聞こえる、うん、聞こえる聞こえるよね。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。これからも精進してまいります。はい、まいります。そして8月夏の全国ツアーが応募開始となっております。はい、ちょっと待って、概要欄から見てみてください。ちょっとテンションが階段ツアーなの。普通にライブイベントのツアーです。東京、大阪、福岡とありますので、8月皆さんこぞってお越しください。お願いします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。なんも言わんのかいな。すごい。やばいぞ。大丈夫か。大丈夫か。
おぉ脅されたらしいのね。なるほど。全然聞こえなくて、曲がったぐらい当たり前みたいな。いやいやいや、そういう趣味はないので。